気をつけろ。近くに敵がうろついてる。はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。ギークのエルニドです。今回はですね、前回のシリーズのシリーズもシリーズ化しちゃっていいんじゃないかな。この潜入者使っていきたいと思います。まあ今更ですけどね。今更ですけど、あのプリセット装備にハマっているという。ヤフー！うまいよ。やられた。僕はね、潜入者なんでね、突っ込んで潜入者と違うか、それこれ違うか。あの人うまいな。あのタイミングで走ってる。頭抜かれたか。やるな。ちなみに潜入者って何ついてんの？アジリティとかついてんの？ガンスリーエクセキューショナーか。ってことはエクセキューショナーついてるのに鬼ついてないの？これマジで初めてですね。初めて知りましたよ、こんな。へえ、潜入者ってそんな微妙だ。しかもエクセキューショナーつい痛い。あ、なるほど、消音なんだね。消音エンフォーサー、ガンスリにエクセキューショナーにスペクターで、エクセキューショナーついてるけど音尾ついてないから結局ナイフ持ってないんだ。なるほどね。ちょっと待ってくださいよ。この装備のうまい使い方がわからない。とりあえずリボルバーに打ち負けるほどのクソっぷりだからな、俺。てか敵さんがさ、2人猟銃がいるんだよね。そして左右を見てるから裏取りもまともにできないし、倒した。ほらよ、そこ危ねえぞ。おお、なんと倒した。きついな。ちょっと爆弾作っとこう。よかった、ここでこもってくれたから逆に戦いやすかったね、さっきのは。この味方が前線じゃない、前出てくれたからなんとかやれたな。いや、しかしこれは角材を作っておきたいところ。しかし角材よりもナイフ作った方がコスパは良かった。あのエクセキューショナーついてるからね。あそこいるじゃん。しかしなあ、ガンスリンガーって持ち玉が増えるんだっけ？はじめの敵倒した時に増えるのは、だってスカベンだもんね。スカベンだから、それは。あー、ダンデライオンさんがいるね。おい、よそ者だ。やった。やっぱ消音武器強えな。ただそれだけで強いな。おい、ナイフされた。マジか。ずっと待ってたのか、そこで。ほう、ナイスじゃない、ナイスじゃない。スペクター買っていこうかな、こうなったら。スペクターもな。倒した。お、あそこの爆弾か。ラッキー。よし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 。キルキル。ちょっと待って、無理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 。キルまで持ってけだけど、あと一発しか残ってないんだもん。よし、よし。
ッケー、あれはオッケー。よし、おかげで助かった。治療キット取って爆弾作ってもう一個買った方がやったかな。あ、でもスペクターあんこんだけありゃワンキルまで持っていけるな。どうだ、敵が分かんない。こっち、ああ上か。おお、相変わらずこもってんな。まあバレてるだろうけど行くしかないよな。ナイフがないっていうね。完全に死んだぜ。お、マジか。マジかーい。敵は？敵は燃えてる？自爆した？オッケー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 。ちゅい、あの爆弾もったいなかったな。爆弾もったいなかったな。普通に降りていけばよかったじゃないか。にしても、は、はってなんだ。8発で何ができる俺一体。バレてるよな多分。やべ、くそ。ナイス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 。俺もなんとかエンフォーサー当てれてよかったよ。前段じゃないけど。そいつは死んだぜ。よし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 、エンフォーサーもちょっと調子いいぞ。ボタン行くぞ。よし、エンフォーサーを強化して1段階後ろ。もう1人いる。おい、よそ者だ。よそ者やった。よし、完全に死んだぜ。よし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 、味方そっちってことは、こっちリスじゃないってことだね。うぅ、ちょっと無言になってたかな。大丈夫、実況できてた俺。できてないの多分。まあいいや。待て。本気になるとちょっと無言になっちゃうのが悪い癖だな。ボタン、行くぞ。あ、めっちゃいい戦いしてるわ。うわ、燃えた。燃えたか。また隠れてたか。俺この人に何回ナイフで殺されるんだ。くそー。あの人は隠密でいることをまず第一に考えるべきだったな。あ、なんか落ちたかな。奴らは死んだも同然だ。そうだよな、あのタイミングであの場所だもんな。いるよな普通。そうか、あそこいるじゃん。やばれたか。よいしょ。味方が倒した？俺が倒した？どっちでもいいやつのこと。
トミパツ。OK。ほら、惜しかった、勝った。きつかった。いや、スペクター、強いね。っていうか、どうだったんだろう。なんか装備の正しい使い方できなかったけど、まあ、隠密エンフォーサーは強いっていうことが分かったから、それで、よしとしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。